刻は5時半を回りました。つながりラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、皆様最後までお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしてまいります。はい、今日は5月の28日、つながる大賞のお時間です。あっという間に5月も終わりの週を迎えてまして、沖縄県は梅雨入りをもしたということで、あっという間ですね。私が住んでるのは青森県の弘前というところなんですが、まだ梅雨はもう少し先のようですね。でもちょっとポツポツと雨が降る日も増えてきたりとかですね、あとは5月にしては青森県だとかなり珍しいんですけど、まあ、30度を超えるぐらいのですね気温になったりとか、まあ、そんな日もありましたね。あんまり経験がなかったです。本当暑かったですね。なので、ついこの間は、今年初めての半袖を着ました。はい、私今着てるのはですね、ラジオで今これ収録してる時に着ているのは実はフリース着てるんですけど、今日収録してる日は寒くてですね今日まあ寒いって言ってもね、そんな激寒じゃないんですけど、でも最高気温が17度とか18度とか、それぐらいしか上がらない、そんな日に今収録をしてます。沖縄県の皆さんからするとかなりびっくりされるんじゃないでしょうかですね、メッセージも募集しております。メッセージは、メールアドレスは 797@fmkino1.com、797@fmkino1.com。 またこの番組はですね YouTube でも配信させていただいております。過去にはですね、弘前市というと、まあ、桜が有名だったりするので、弘前桜祭りというものの、桜が満開の状況ですね、祭りの模様を YouTube で、ラジオに収録という形でお届けをしております。ちょうどですね5月の、19とかそれぐらいだったかな、日テレ系列でね、あの沸騰ワード10っていうそういうテレビ番組があるんですけど、あの私たちが住んでる弘前市の出身でもあるあのタレントの王林さんってね、いらっしゃるんですけどね、あのテレビも今かなり CM とかでもねかなり出ずっぱりの方ですけど、地元弘前の出身なんですよ。でちょうどその弘前桜祭り、テレビで王林さんが紹介をしてましたからね、その時はもう桜今年早咲きだったんで散っちゃってたんですけど、私のスターラジオの時はもう満開の時抑えてますんで対抗してるわけじゃないんですけどね、ちょっと便乗してます。はい、もしよろしければ、つながるラジオで、FM ギノワンさん YouTube で検索をしていただくとですね、桜が満開スペシャルみたいな感じで出てきますので、そちらのアーカイブもご覧いただいたら嬉しいです。この番組はあとはリスラジ、マイチューナーラジオ、そういったアプリでリアルタイムでもお聞きできます。はい、聞くことはできます。はい、皆様のご視聴しやすい環境に合わせてご視聴ください。はい、それでは今日もよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。ということで、改めましてお相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日のつながるラジオはですね、まあ、何についてお話しようかなとちょっと思ってたんですけど、あの前回ユニクロのお話をね、してさせていただきました。私あの15年ほどユニクロとか GU っていうアパレル
企業にですね勤めておりましたので、その時の話をですねちょっとさせていただいたんですよ。でその中でもその売り場について、売り場作りっていう面でお話をしたんですけど、今日はですねどちらかというとこうチームについてお話をしていこうかなというふうに思ってます。はい、まあチームっていうとですね、まあなんていうかな、特にユニクロで言うとすごく大事なもので、まあ、皆様のね職場とか、まあ、お仕事の中でもチームを組んでとか、あと中にはこう仲間を持って、まあ、部下と言われるような方を持ってとか、そういう方もいらっしゃるかもしれませんね。で私もですねやっぱユニクロって一人きりだとお店運営できないので、アルバイトさんだったりとか、あとパートさんだったりとか、あとは他にも社員の方だったりとか、いろんな方とですね、まあ、チームになって、一つのお店を運営していくということをやっているんです、うん、で私が一番最初にチームを持ったというか、まあ、担当させていただいたのが、23歳の時になるのかな、23歳の時で、30人ぐらいでしたかね、のチームを、持たせていただきました。北海道のですね旭川市というところで、まあ、ユニクロの店長としてですね一番最初に、担当した店が旭川だったんです、うん、そこで30人チームを、任せてもらったのが初めての経験です、うん、で、まあ、チームっていうとですね、やっぱり当然ながら働いている人がそれぞれみんな違う個性を持っていて、あとは違う考え方を持っていて、違う価値観を持っていてと、まあ違って当たり前なんですよね本当当たり前なんですけど、同じ人は、まあ、一人としていないわけじゃないですかでそこに何ですかね、こう難しさっていうのもあれば、まあ僕は面白さっていうのもあるかなというふうに思っているんです、うん、でやっぱりこう人と同士が仕事をこうしていくっていうことになるので、先ほども言ったような考えが違う人たちを同じ方向性を向くようになっていくっていうのがチームビルディングって、まあチームをこう成長させていくっていうことになると思うんですけど、なかなかさっぱりです。やっぱりですね、最初からうまくいくものではない、まあ、うまくいかなかったことの方が多いぐらいなものですで一番最初はですねやっぱりだいぶ苦労しましてですね、何に苦労したかというと、やっぱこう自分の考えが、まあ、自分は私は店長ですよね、店長としてお店をこういうふうにしていきたいんだよっていうふうなそういう考え、まあ、方針みたいなことでもいいかもしれないですけど、言葉的にはね、そういうのがね全く言わなかった店長なんです僕言わなきゃいけないなとは思ってたけど、毎日の仕事にもう忙殺されちゃうんですよね。目の前にある仕事が、まあ、次々と降ってくるの で特にユニクロってやっぱり忙しい日もねやっぱあるし、毎日こう納品、まあ、あって品出しって言われるこう商品を売り場に並べていくっていうこともあれば、お掃除もしなきゃいけない、レジもやらなきゃいけないとかね、フィッティングルームのご試着室の対応もしなきゃいけないとか、まあそういうのを分業してチームでやってるわけなんですけど、そういう目の前の仕事、お客様の仕事にやっぱ追われてしまって、一人一人の個人を見る、チームのメンバーの個人を見るっていうことが全く余裕がなかったんですよなのでお店をどうしたいかとか、お店にどうなってほしいかっていうのがまずなかった。あと加えてそれがないから、個人にも目がいってないわけですから、メンバーの人にもどういう風になってもらいたいのかっていうのもなかったただこう目の前の仕事をこう処理していくだけっていうことにを一生懸命やる店長だったんですよで、まあ
お店としてなんですかね、その売り上げを上げていくために必要な仕事なので、なんだろうな、誤解のないように言うとしたら、最低限のことやってるっちゃやってるのかもしれないですけど、でも働いてる方からするとですよ、まあ、皆さんも多分経験あるんじゃないかなと思うんですけど、とにかくその業務の指示だけ出してきて、思いを、私が何を考えてるかは相手がわからない、上司が何考えてるかわからないとか、そういう 方の下で働くって苦しいものがあると思うんですよね。何考えてんだろうあの人とか、どういう思いでいるんだろうとか、なんでこういうこと言ってんだろうとか、そういう元になる根本のことを話をしてないので、まあ、そういうチーム作りっていう面でいくと、まあうまくいかない。まあ全くうまくいかないわけですよ。だからどん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 なんですかね、あの心がこう離れていくというか、そういうチームメンバーと店長である私とのこう距離感っていうのがですね、どん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 離れていくっていうのが、こう感覚的にわかるんですよね。すごくこう目を見て話してくれないとかですね、うん、あの全然挨拶しても返してくれないとかですね。なんかそういう、仲間のこうメンバーの皆さんの心の内が行動に現れてしまうぐらい、うん、まあ、それぐらいはチーム作りめちゃくちゃ下手くそだったんですよ、うん、一番最初はですよ。一番最初はですよって強調したけど、まあまあ何年も悩みましたね。結構悩みましたね。 5年以上は悩んでますね。 6,7 年悩んでるんじゃないかな、そのチーム作りはうまくできなくて。だからこう失敗談の方が多いって話をしたのはやっぱそういうことからなんですけど、うん、でじゃあそのね、一番最初に担当したチームなんですけど、その後どうなっていったかって、まあ、そういう関係性がね、まあ、続いていけばどうなっていくかって言ったら、もう大体皆さんご想像つくように、まあ、どんどん店壊れていくんですよね。だって上司ね、あのメンバーさんからすると、スタッフの皆さんからすると、私上司に当たるわけじゃないですか。上司が何考えてるか分かんないし、私のことどう思ってくれてるか分かんないしって、ただただなんか目の前の仕事のことしか言わないってなると、その職場行きたくなくなってくる人もいて、どんどん出てくるわけですよ。でその状況がやっぱり積もりに積もってしまって、私も何の対処もしなかったから、ある日突然ですね、あのスタッフの皆さんにこう言われた日があって、あの店長と、私たち今日で全員辞めさせていただきますって、なんかそういうふうに言われたんです。うん、でまあそれすごくやっぱりショックな日で、うん、自分的にはですよ、まあ、少しの距離感が離れてっていうのは分かっていつつも、別にサボ何かをサボってるわけじゃないんですよ。仕事を一生懸命やってて、ずっと例えば座ってね、なんか指図してたわけではなく、自分も一緒になって仕事はやってたんですよ、うん、それでもこうなんか離れていってるっていうことに対して放置してしまって、結果みんながこの店から離れたいっていうふうな、そういうことを告げてきた。うん、で、あ、なんとなく予想はついていたものの、やっぱ突きつけられると人間ショックなもので、かなりこう反省してですね、で聞いてみたんですよね。あのちょっと私のどういったところをやっぱこう直してほしいと思ってるのかっていうことをこう全員にこう聞いたんですよ。うん、でなかなか話してくれない人もね、あの当然いらっしゃいましたけど、まあ、話してくれた人もいて、でその方々のこう意見を総合すると、やっぱりこう、あ、私がさっき話してたようなところ、何考えてるかわからない、店長がこの店をどういうふうにしていきたいのかっていうのがわかんないですっていう、うん、そういうふうなお話がやっぱ多かったんですよね。うん、だからなんかこう働いてて楽しくないんですと。ああ、そうかと。うん、で
今約束したわけですよね。じゃあ必ずこのお店をいい方向にしますと。で、僕がこの店をどういうふうな店にしたいか、皆さんのことをどういうふうにしていき、こう成長させていきたいのかっていうことをちゃんと示していくようにしますっていうことで、まあそこからですね、まあ店舗の目標みたいな、店舗方針みたいなのをちゃんとこう自分なりに考えて、こういうふうな店にしますっていうことをこう話をしていったりとか、あとは個人個人ともですね、そういった面談とか、まあ、日々の仕事との中を通じて、こういうふうになってほしいとか、次こういう業務を覚えて、こういうふうなことを任せられるような、この部分を任せたいというふうな人になってほしいんだよとか、そういう話をですね、積み重ねてしていったんですよ。まあ、当然、1日2日で終わる仕事では、こう仕事というか、なんですかね、こう信頼を得られるようなことは全くなくて、半年以上はかかったかな、もっとかかったかな、もういたか1年近くかかったかもしれませんね。こう皆さんが、私という人間をですね、こう信用してくれるとか信頼してくれるっていうまでにかかった時間っていうのは相当はかかりました。ただ、なんかこう一度こうスタッフの皆さんにもそう期待感がやっぱ あったわけなんですよ。まあ、新しく着任する店長は新しい店長で、まあ、若い店長で、まあ、フレッシュなわけじゃないですか。だから新しい店長になったらお店がどういうふうに変わっていくんだろうなとか、そういう期待感も一番最初はあったわけですよね。うん、その期待感に私はこう応えることができなかった。そういうことをこう理解してしようともしなかったし、何もこう考えてもなかったっていうことから、スタッフさんからとか裏切られた感っていうのがですね、無意識的にもやっぱあるんだと思うんですよ。なので、まあ、ゆっくりゆっくりですけど時間かけてですね、もうコツ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 こう積み上げていくみたいなことをですね、ちょっとやっていったわけですよね。まあ結構しんどかったっすよね。しんどかったっすよ。目を合わせてくれないとかね、なんか口も聞いてくれない人もいっぱいいたし、話しかけても口聞いてくれないとかね、なかなかこう苦しいですよね。でもやっぱ自分にね、責任がやっぱあるってそういうふうに思っていかないと、相手のせいにするのは簡単なんですけどね、いやいや口に聞かないあなたにも問題があるでしょうって言うのは簡単なんですけど、でもそれってやったところであまり拉致が開かないというか、それよりもこう自分が変わっていく方がやっぱり早いなと、だからそういうことにも気づかされた経験でもあって、で1年ぐらいですね、こうずっとかかっていって、でもだんだんですよ、本当にこうゆっくりとしたこう道のりなんですけど、少しずつこう自分の私自身のこう言葉をこう理解してくれたりとか、まあ、考えに共感をしてくれたりとか、それでこう自主的に動いてくれるスタッフさんっていうのがこう少しずつですね、なんかお店のためにとかっていう思いで、もともとはそういう思いがやっぱすごく強い、集団だったんです、なのでなかった集団ではないので、私がうまくそこマネジメントできなかったっていうことだけだったんで、まあ、徐々に徐々にそういったものを復活してきて、で、なんかこう、仕事のコミュニケーションっていうものもちゃんとこう取れるようになってきたし、まあ、それ以外のこう人としてのコミュニケーション、人としてのコミュニケーションってなんかおかしいけど、まあ、個人的なコミュニケーションみたいなんですね。だから業務的な話以外のコミュニケーションっていうか、そういうのもだんだん取れるようになってきた、ですよ。でちょっとずつそうすると、まあ、不思議なもんでですね、やっぱこうチームがこううまく回り始めるというか、そういう手応え感みたいなのが出てくると、ユニクロだとやっぱ売り場とかですね、やっぱりそういう雰囲気、まあ、例えば売り場だとお店が綺麗になっていくとか、まあ、明るい雰囲気になっていくとかですね、なんかそういう空気感
と、あと売り場のそのものっていうのにもやっぱ好影響を与えていくもんなんですよね。すごい不思議なんですけど、うん、だから皆さんも、ね、ユニクロ以外でも経験あるかもしれませんよね。あのなんかこう入った瞬間に、あ、この店なんかいいなと思うし、お店ってないですかね。あ、この店なんか気持ちいいなとか、明るくてなんかいいなとか、好きだなって、そういう経験あると思うんですよ。ああいうなんかこう言葉じゃ表せないけど、そういう肌で感じるものっていうのが、あのいいお店のこう特徴だなって私は思ってるんですけど、そういうものがこう徐々に、私のこの最初担当した店でもだんだんこう復活してきたというか出てきた、うん、ですよね。でなかなかね、こうやっぱり個人でね、あの向き合って面談とかすると何言われるんだろうっていう怖さはすごくあって、まあ、愚痴も言われることもあるし、不満を言われることもあるし、まあ、プラスなことをね、あの言われることの方がどっちかとは少ない、まあ、私としても不満とかそういう愚痴とかマイナスのことを引き出して、それに対してあの私がどう対応していくのかっていう、でどうしたらいいの、お店どうしようかってやっぱ考えたいので、うん、そのためにやってましたけど、やっぱ聞くのはやっぱり気持ち的にはね辛い。私も人間だから。でもこう変わっていく、それを やると変わっていくんだっていう成功体験、私の中でも成功体験を小さくこう積んでいくことでなんかお店が変わっていった、うん、で最終的にはですね、まあ、そのお店、いや1年半ぐらいかな担当して、まあ、お店を最初にぶっ壊したのは早かったんですけど、ものの3ヶ月ぐらいでぶっ壊したんですけど、壊れるの早いんですよ、あのチームワークって、うん、で築き上げるの時間かかるんですよ、うん、一気に出来上がらないです、うん、で1年半ぐらいかかっちゃったんですけどね。で1年半担当してる中で、まあ、移動が決まったんですよね、うん、私もこうそのお店から違うお店に移動するということが決まった時に、あの本当に皆さんですね、悲しんでくださって、うん、あの時はね、こう店長にすごい厳しいものの言い方をしたりしたけど、今は良かったっていうふうに話してくれたりとか、お店がすごく働きやすくなりましたとか、なんかそういう話をしてくれるスタッフさんもいてですね、あの、まあ、送別会、ね、私がこう最後の出勤の日にスタッフの皆さんに送別会を開いてくれたんですけど、まあ着任した時は送別会なんか絶対開いてくれるような、あの、まあ、3ヶ月ぐらいでぶっ壊してますからね、そんなそんな雰囲気全くなかったです。みんな辞めたいって言ってましたから。まさかそういうね、なんかみんな悲しんでくれて、あの店長のおかげでとかっていうふうに言ってくれる、そういう店になるなんて、まあ、私も想像してきてなかった、うん、し、で、まあ、そこの一番最初のお店で学んだことっていうのは、まあ、自分自身が変わるとやっぱ変わっていくぞっていう、うん、あの相手を変えようとするんじゃなくて、まあ、自分自身がまず変わることだなということと、あとチームで働くっていうことは、まあ、1の力じゃなくて、もっと1が例えば10集まると10の力になるわけじゃなくて、それがやっぱ掛け算のようになっていくっていうのもすごく感じたことでした、うん、で、1人の力じゃ何もできないけど、2人の力だと、まあ、2倍になるわけでもなくて、ちょっともう少し大きくなったりとか、その数が増えれば増えるほどチームの結束力が強ければ強いほど、まあ、何倍もの力にもなるんだなっていうことも経験できた、うん、なんか本当に学びの多い店舗でした。そういったことをですね、一番最初の店舗で学んだなあというふうに思っております。はい。ということでですね、まあ、あっという間にエンディングのお時間を迎えましたけれども、まあ、今日はですね、私がユニクロの店長として初めて担当させていただいたお店を事例にですね、ちょっとチームについてお話をしました。最初全員が辞めたいというふうなお店からですね、まあ、もがいてもちろんスタッフの皆さんのこうご協力、そういったものはめちゃくちゃ大きいんですけど、とてもいい経験をですねさせていただいて、チームというものはすごい力を秘めているんだなということをですね、なんかこう感じ勉強させていただいた、うん、そんな話をですね
ちょっとしてまいりました。はい、毎週日曜日ですね、5時半は、焦点の真裏でつながるラジオをやっておりますのでですね、よろしければアーカイブ YouTube でも結構ですので、毎週ご視聴ご覧いただいたら嬉しいなと思いますし、あと私の YouTube でご覧の皆さんですね、私の方の横に QR コード出てますけども、毎日いろんなことを情報発信しております。今日のお話もですね、過去に情報発信させていただいたりもしますし、 Facebook ノート、あとさまざまホームページ、ウェブライターみたいなこともやってますのでですね、よろしければ QR コードに全部リンク貼ってありますので、QR コード読み込んでいただいたら嬉しいなというふうに思います。はい、それでは、お時間になりましたので、また来週お会いできたらなというふうに思います。はい、ではありがとうございました。さようなら。